よう、景気はどうだい。ああ、そのな、あ、その、なんというか、あ、いや、いいんだ。呼び止めて悪かったな。ダメだ、ちょっと待ってくれ。ああ、今日はあいつ連れてないんだ。ほら、あの、のんきで元気なやつだ。いや、別に連れてこいって言ってるわけじゃねえぞ。けどよ、いつもお前さんと一緒にいるからよ。どんな関係なんだ。なんだって？あの子が AI？ 嘘だろ。この間街で見かけたけど、何もないとこで転んでたぜ。愉快な性格をしているし、あれが AI なんてな。いや、それなら話が早い。一生に一度の男の頼みと思って聞いてくれ。お前さんのアファシスを。金やアイテムなら持っているだけ全部払う。他に条件があるなら言ってくれ。最初はおじさんその2とか言われたけど、全然印象はなかった。抜けているけど大事なところは抑えている。面白いやつだなってさ。それから見かけるたびにドジやったりアホなこと言ってるからよ。なんというか不思議と目が離せなくなってな。俺様は相当強い方だが、仲間の基準は強さじゃねえ。大事なのはハート、それにノリが合うかだ。ああいう面白いやつを俺様の相棒にしたい。ドジでもいい、いやドジなのがいい。俺様が最高のパートナーに育ててみせる。とま、俺様の腹の内はこれで全部だ。頼む、どうか譲ってくれ。まあそうだよな。お前さんは仲間を金で売るタイプじゃねえけどよ、俺様だって一度言ったことは引っ込めねえ。そんなの男じゃないからな。そしてアファシスはアイテム扱い。戦いで奪うことも不可能じゃねえってことは分かってるな。フィールドに出た時は用心しておけ。全力で奪いに行くぜ。
見つけた。ガンダム頑張ります。よし、よし、そうでや。やあ、わよ。よし、投げるわ。投げます。これで終わりですか。エネミーを発見。さすがだね。どうも手荒でしたかね。わかったわ。エネミーを発見。かかってきなさい。この調子でいきましょう。倒しました。手応えありです。素晴らしいです。任せてよ。弱ってるわよ。今がチャンス。素晴らしい結果です。目的地に到着しました。待っていたぜ。お前さんたちがフィールドに出てくるのをよ。話は聞いているわ。あんたレイちゃんを狙ってるんですって。アファシスが欲しいならエネミー狩るなりレンタルなり何でもしなさいよ。俺様が欲しいのはそこのアファシスちゃんただ一人。お断りします。そういう率直なところ嫌いじゃないぜ。ほら、レイちゃん嫌がってるじゃない。無理やりの勧誘はマナー違反よ。これは勧誘じゃねえ。所有権を得ても俺様はアファシスちゃんの自由を保証する。マスターの登録なんてクソくらいだ。俺様は相棒としてアファシスちゃんが欲しいんだからな。そういういいことを言われるとちょっぴり反応に困ってしまいます。俺様と勝負しろ。今すぐここでだ。俺様が勝てばアファシスちゃんをよこせ。その代わりお前さんが勝てばいいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。それは欲しいけど。勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし、俺様の仲間たちと対人戦でどうだい？どうする？断って逃げちゃうのも手だけど。仕方ないわね。でも相手はベテランプレイヤーよ。油断しないで。エネミーを発見。よし、到着ね。男に二言はねえ。
今回は俺様の負けだ。ほらよ、約束のブツだ。ねえ、ちょっと待って、今回は？ついニューディーだと思って手加減しちまったからな。これが俺様の真の実力だと思うなよ。うちの親分はしつこいぞ。勝つまで絶対諦めないからな。せいぜい覚悟しておくことだ。あばよ。とんでもないのに目をつけられちゃったわね。人気者はつらいのです。まだまだ強くなるわ。レベルアップしたよ。